で大橋瑠璃花2番手、1号艇石井博美はストーン2マーク付近でアクシデントがあります。幸い大きな怪我こそなかったものの、この転覆以降精彩を欠いていた我らの転覆系女子、目覚めの予感は5月の常滑でした。センター3号に3号艇の清水アビー、9レースの一般競争今スタートしました。2コース3コース2号艇3号艇見込んでのコース、スタートインコースくぼんでおりまして、1号艇から2コースからまくりの体勢は2号艇の深見が行くんですが、抵抗3コースから展開をつき、実に29走ぶりの1着を手にすると、続く最終日は3着2着、6コースからは男子の A1 A1 経験者相手に堂々と渡り合いました。スタートした3コース3号艇行ってへこんだ状態です。インと4コース優勢、インコースから1号艇の中山先行する、2コースから2号艇のというあえて外を4号艇深井も外を舞う、内を通った外枠両者、5号艇東本6号艇清水、先頭リーダー5艇新と単独1号艇中山、2番手現在2艇新先行する6号艇清水、3番手の末2号艇5号艇並走ラップ、スタートは正常です。一周リマークの前傾5番手からボードを内に入れて4号艇深井が行く、センターから外前前数5号艇の東本、アウトサイドから振り切って3番手優勢、そして2番手と定冠を縮める5号艇東本、インコースから2艇身のリード2番手6号艇の清水、3番手2号艇東本、3艇並び165、2周目に減ります。2周1マークの前傾です。2番手先行艇は6号艇の清水、相当全速で行く5号艇の東本、襲いかかります。アウトコースから定冠一定身とやってまいりました5号艇東本、インコースをそれでも踏ん張っておりまして、現在6号艇の清水がキープ、2番手6号艇清水あり、3番手ここも外を攻めるんです、5号艇の東本を追走の形となった、今度はリードを取りまして、この1週間後の尼崎女子戦で清水選手は初の予選突破を果たします。この動画では清水選手が安定した成績を残せた要因を分析するとともに、ワンランク上を目指すために必要なものについて考察していきます。2022年5月30日からの尼崎ピンクルカップ全11走のチェックです。どうぞお付き合いください。初日道中戦に進化あり、清水選手が手にした55号機は2連対率 24.3% の平凡機でした。このが2号艇の清水、初戦は2コース戦です。スタートまでは残り3秒、スタートしました。ちょっとばらついたスタートも2コース3コースがいいスタートを決めた2号艇3号艇1マークの攻防ですが、1号艇の若さが懸命に残そうとする2号艇の清水が刺してくれば、そのうちをスパッと3号艇のインド、一気に突き抜けたのは3号艇のインド千秋です。 2コースから刺しに行った清水選手、3月のインタビューでは、握る方が刺しが下手くそなんで、はい、握る方が好きです、刺しが下手くそなんで、はい、と自ら課題に挙げていました。好スタートから差しで迫りますが、出足不足もあり届かず、差しこそ決まりませんでしたが、このあと道中戦で進化を見せてくれました。2周1マークは握るのをこらえ、後続帝王をいなしての小回り、2マークでは後続を睨みながら力まず旋回、冷静な考える走りで3着を守りました。2走目は大外6コースから内5号艇の動きを見ながら、2号艇と3号艇の間にハンドルを入れます。まくり差しを使い始めたのが去年の暮れ、半年余りで技に磨きをかけているのが分かります。スタートしました。いいダッシュを決めたのは角1です。4号艇の長島牧、1周の1マークの攻防ですが、スロー勢踏ん張ってくるか、1号艇鈴木先行、2号艇刺した片岡、3号艇三松握って出る、4号艇の長島懐をズバッと切り込んできましたが、3日目初めての連勝、さらなる進化へ向けまして、デビュー2度目の陰線はなかなかな勝ちっぷりとなりました。4番5番6番です。
スタートしました。ややばらついたスタート。センター勢いいスタートか、3号艇、4号艇、そのうち2コース、2号艇の倉田もコーススタートを決めて、1マークはその倉田がまくって出た。1号艇、清水踏ん張るか、刺してくるのは3号艇の福島。間からは4号艇、6号艇、5号艇となりますが、バックセッチャー先頭2号艇、2コースからまくって出ました倉田。2番手の水は3号艇、1号艇、スタートは正常でした。2マークトップで2号艇倉田が回ります。2番手の水3号艇福島の外分回してくる。1号艇の清水亜美ホームセッチへ戻りまして、フルターンから1号艇の清水が2番手に浮上。上位体系は2番1番2位体系。3番手から3号艇福島で、4番手以降は4号艇6号艇5号艇となっています。2周の1マークを先に回るのは2号艇の倉田、そして1号艇の清水がその内懐を狙っていきまして、シャープな旋回から1号艇の清水が一気に並びかけた。インコース1号艇清水、アウトからは2号艇の倉田、3番手から3号艇の福島となって2周2マークに入ります。先頭は今度は1号艇の清水でしょうか。2号艇の倉田がその内を狙っていきますが、上位体系1番2番1位体系。3番手から3号艇の福島で、4番手以降は4号艇5号艇。握りっぷりでしたね。昨日ペラ叩いたんですけど、あんまり良くなかったんで、初日の感じに戻したのが良かったと思います。はい、そしてここは倉田選手をね、刺す形になりました。はい、向きもいい感じですよね。そうですね、エンジンがいいと思います。ハンドルもしっかり入ってるんじゃないですか。入ってたかもしれないです。そうですね、やっぱりでもスタートいけなかったのがダメなんで、うん、はい、次こそ逃げれるように頑張りたいです。はい、同期の河合萌ちゃんも予選突破してたので、自分も予選突破できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。後半戦は1号艇のフライングもあり1着。好調でした1号艇の谷川ですが、残念ながらフライング。明日も頑張ります。応援よろしくお願いします。トップクラスも認めた予選突破、初の準優入りも決めたい、そんな今日は2走勝負ということになります。4番5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。いいスタートを決めたのは2コース2号艇の清水亜美ですが、1周の1マークは1号艇加藤が先手を取る格好。2コースの2号艇の清水亜美が差し込んだ。3号艇握った山本、内をついては4号艇の滝川です。しかし先頭は1号艇です。陰線からしっかりと押し切りました加藤や。2番手の水は3号艇が優勢に山本、内からは4号艇の滝川です。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇加藤、2番手から続く3号艇に分回してきたのは2号艇の清水ですが、方面帰って上位体系は1番3番1番体系。3番手は外から2号艇の清水、4番手以降は4号艇6号艇5号艇となっています。前半3着の後は上位勢が揃ったレースでした。以前別の動画でご紹介した長島真希選手から4番がすごいとこから入ってきましたね、の言葉を引き出したレースです。清水亜美がこの外に構えている4コース進入です。今日前半も3着と踏ん張りを見せて、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタートを決めたのはセンター両者3号艇と4号艇で、1マークの攻防、怒涛の仕掛けは3号艇長島、内側から1号艇松を残せるか、2号艇が刺す間狭いところを4号艇見事な突き抜けは清水亜美です。外から3号艇の長島、3番手の水5号艇と1号艇、なおスタートは正常でした。先行争い4号艇3号艇、その内からは5号艇の若さも迫ってくるが、ここは握った4号艇の清水、内をタイトに回った3号艇の長島で方面へ帰りますが、4号艇若干流れて内を通った3号艇の長島が優勢か。上位体系は3番4番34体系、5号艇の若さが3番手、4番手以降2号艇1号艇6号艇が続きます。2周の1マークをトップと折り返すのは3号艇の長島、4号艇の清水が2番手を追走、3番手に5号艇の若さで上位体系は3-4-5、4番手から2号艇の津田、5番手1号艇の松尾、6号艇からだがその後方となっています。ゼロ台仕掛けた両者が主導権を握っていきました。先頭は3号艇の長島、2番手4号艇の清水、3番手から5号艇の若さ、上位体系5日目初の準優。3日目の陰線はスタート遅れながらも道中逆転しての1着ということになりましたが、今度はバチッとスタートも決めてくるか。1号艇の清水陰線速攻を目論みます。台形内から1番2番3番4番5番6番です。
タートしました。わずかにスタート部がいいのはセンターからか3号艇4号艇、スリットがじわっと伸ばしてくるのは4号艇の堀井のうち、1号艇の清水が残そうとしますが、4号艇が曲がり切ったか、切り込んでは5号艇の松瀬、後方には1号艇2号艇3号艇となります。バックスエッジ入りまして先行争いは4号艇5号艇、4号艇差し返しを狙っては堀のうち、方面帰ってまいりますが、上位体系は4番5番でしょうか。わずかにうち優勢は4号艇堀のうち、5号艇松瀬が2番手、3番手は2号艇の菅野、外から1号艇清水、内からは3号艇印藤も続きます。2周の1マークを先頭で回る4号艇堀の内清子、5号艇の松瀬博美が2番手を追走で、ここで先頭2番手の間隔が少し空いて、3番手の水は1号艇と2号艇、内を通って2号艇の菅野、外からは1号艇の清水。最終レースは1つ目の準優勝戦、対戦メンバーはご覧の6選手。臨戦速攻を目論む一走、そして速攻力では引きを取りません2号艇の岩崎芳美がその外側2コースから迫ります。3号艇の清水亜美はその外へ構えてのセンター3コースの進入です。デビュー初の準優舞台でありますが、一気の初優出を目論む3号艇清水、1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはインコース1号艇の落合、ダッシュからは4号艇5号艇か、1周1マークの攻防ですが、1号艇落合先行、まくっていく3号艇の清水、内を運んでは2号艇の岩崎です。間からは5号艇の福岡も迫っていきますが、先頭は陰線からきっちり押し切った1号艇の落合です。2号艇の岩崎が内粘ってくるが、最内からは4号艇の加藤が伸びてくる。スタートは正常でした。2マーク先に回るのは1号艇の落合、2番手の水は4号艇の外、握ってかわす2号艇の岩崎、差してきた3号艇、外からは5号艇の福岡ですが、ホームへ帰って上位体系は1234番手から5号艇の福岡となります。2周目に入りまして先頭1号艇の落合です。2号艇の岩崎が2番手を続く、3番手は3号艇の清水で、上位体系は1234。スタートで後手を踏み、インから速攻の落合選手には及びませんでした。自身初の準優は悔しい3着でした。最終日、4度目の正直で逃げも。スタートしました。グッ、5コース、ちょっとこれは早かったが、現在スタート判定中です。前半は5番、片岡選手がフライングのアクシデント。清水選手は3着となりました。お知らせいたします。5号艇の片岡。そして、迎えた選抜戦は1号艇。過去3回、1着こそあるものの逃げ切りはなし。きっちり逃げて、準優3着の悔しさを晴らす戦いでした。可能性を走りに感じさせてくれました。1号艇、未来クイーン、清水亜美。ただし今節、3度目の陰線ですが、ここまで2度スタートが決まっていません。今度こその構えです。3度目の正直となるか、陰線速攻に燃える1号艇清水。体型内から1番3番4番ダッシュ5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。わずかに好タイミングはセンターから4号艇の印藤です。1周の1マークの攻防ですが、1号艇の清水が懸命の先前か、3号艇が握って出るカナダ、内刺して5号艇の風向か、バックへ入っていきますが、先頭は陰線こらえていきました。どうにか先前し、デビュー初の逃げ切りとなりましたが、スタートへの課題は本人も口にする通りです。それでもデビュー1年半余りで雪間に1着3回、船券に10回絡むなど、目を見張る数字を並べてみせました。清水道中戦では内外上手に使い分けました。また冷静な判断から小回りターンで後続の選手をいなすなど、着取りテクニックも身につけつつあるようです。この動画を制作中に開催された次の女子戦でも予選を突破、早くも今挙げたいくつかの課題を改善してみせました。インコースにますます目が離せない清水亜美選手、今後の活躍にご期待ください。先頭1番の清水亜美五輪、2着3番の